はい、今日もピクミン3デラックスやっていきます。前回、ガラケーを手に入れて、さらに行けるステージが増えたところだったね。新しいステージね。森、花園、雪原と来たけど、次のステージはどんなんだろうな。新ステージ、交わりの渓流。渓流か。これは青ピクミンが来るんじゃないか。こんな会話、始まりの森の再探索の時もしてたよな。まあ始まりの森では特にストーリー的な進展はなかったからね。ガラケーが見つかっただけで。キャプテン、アクトゥーテ、メカニズクス、トントラ、スパドレイク、アッバーキー、アン、アン、フライ、ワッキュー平戦、ポフェナ、ブドク、ワイキバさて、恒例の行動計画、したいけど何もわからねえ。初見ステージは、出たとこ勝負で行こうね。まずは、周りに、ベレッタと石壁があって。うん。この謎の植物は、ピクミンを投げても何もしないな。まだ仲間になってない、羽ピクミンか青ピクミンか、大穴で爆弾持ち、ピクミンのどれかかな。その中だと、消去法で羽ピクミンかな、心なしかピンク色だし。ざっくり、ベレッタと蜜を集めて、ドレイク号の近くに箸も確認。そろそろ、未知のエリアに打って出るぞ。お、あれは羽ピクミンの色。じゃあ、青ピクミンが一番最後の加入になるのか。私が参戦するのは、だいぶ後になりそうだね。いや、青ピクミンを私って呼びたくはないんだけど、自分自身を受け入れることが大事だぞ。うざいなあ、この人。ハスに乗るって、投げまくるのはさすがに辛いぞ。あ、そんな感じで飛び移るのね。これだけ、ハスの葉に乗って沈まないの。ピクミンが軽いのか、ハスの葉が強いのか。まあ、岩ピクミンは、ちょっと重そうだけど、それ以外のピクミンは、ありぐらいの重さなのかね。わ、ハスのかけら発見。運んどいてくれ。だけど、ここにはハスに乗ってきたよね。ちゃんと、ドレイク号のあたりまで帰れるのかな。あ、それは確かに。心配だし、ちゃんと帰れるか、様子を見てみるか。自分でハスに乗って帰っていった。予想以上に、しっかりしてるな。と、感心してたら、新しい原生生物。お前は、ピクミン1でも戦ったことあるけど、そんな毒々しい色だったっけ？まあいいや、とにもかくにもピクミン投げだ。こいつもめちゃめちゃ倒すのに時間がかかるな。普段は浮いてるから突撃できないし、墜落してきても体を膨らませてピクミンを振り払うし。あ、どうせ振り払われるんなら岩ピクミン投げた方がいいじゃん。ダメージ効率の赤ピクミン、一撃の重さの岩ピクミンだね。なるほど、ちゃんと使い分けしないとな。しなびた風船みたいになってしまった。レア社のボスにありがちなやられ方だ。お、爆弾あんじゃんね。とっとけどっとけ。これで石壁を壊せるし、いざという時の自爆特攻もできる。原生生物を倒す目的で爆弾使うの、やったことないな。まあ、とりあえず、ドレイク号近くの石壁壊すか。一旦帰るぞ。こいつは、確かシリが弱点。なんとか後ろを取るぞ。微笑ましい絵面になってるけど。回り続けてバターになりたいわけじゃねえんじゃ。死ねえ。しかし、爆弾持ち、ピクミンが隊列にいると、間違えて爆弾突撃させちゃわないか、心配になるな。一回の操作ミスで大惨事だからね。相変わらず派手に爆発するな。あれ？こっちも、ハスのリラっぽいけどハスが来ないな。
バスみたいな扱いになっている。どこかで詰まってるのかもしれないね。さて、金馬をぐるっと回ったけど、まだピンクオニオンへ続く橋は開通しないな。どこにあるやら、橋のかけら。北東の電気壁の向こう側と、北西の洞窟がまだ未探索だから行ってみるべ。お、穴発見。見落としてたな。掘ってくれ。しまったな、赤ピクミン全員に掘らせることはなかった。裏でちょっと実験してみたんだけど、ピクミン1匹に掘らせるだけでも、割とハイペースで掘り出してくれたね。赤ピクミン34匹を使う仕事じゃないんだよな。まあ、ブリトニーさんを置いていって、後で合流するか。で、掘れたのは黄色ペレットかよ。いらねえよ。期待を裏切られた感覚。RPG で宝箱を開けたら小銭が入ってるだけだった、みたいな3年間だ。とりあえずブリトニーさんに移動させといて、アルフ君で先に北東を探索しとこう。お、踏みつぶしカエル。久々だな。そういえば、このカエル、5匹以上のピクミンをまつわりつかせると重くてジャンプできなくなるとか。でも、そんな特性を生かすより岩ピクミンで投げ殺した方が早くない？何事も暴力で解決するのが一番だ。お、ここにも箸のかけらあるじゃん。これで橋のかけら合計50個だし、そろそろ完成するかな。よく考えたら、ピクミンが作業を終わらせて、ここに帰ってきても、誰もいないんじゃ、寂しいよな。チャーリーはそこで待っててくれ。外回り担当が帰ってくるまで、仕事はないけど、事務所で待機するみたいな。電話番も頼んだぞ、チャーリー。うむ、岩ピクミンは、ちゃんと仕事してるな。それじゃ、今のうちに、北西の洞窟を見てみようか。洞窟は暗いから、あんまり動画にしたくないんだよな。しかし、特に何も見当たらないな。マップを見ると、水場に生き物はいるけど、陸上には、誰もいないっぽいね。お、ヒピクミンで、通電か、で20匹。ちゃんと、バランスよく連れてきてよかったね。ああ、この電気で開く花のギミックだったんだな。で、右のは、箸のかけらかもしかして。箸のかけら50個ではまだ足りてなかったようで。これで、箸のかけらは合計80個。さすがに完成するだろ。行ける場所は、一通り行ってみたし、箸の完成を見に行こうか。よし、箸が完成。お前ら戻るな戻るな。これで、羽ピクミンのオニオンらしきもののところに行けるね。といったところで、今回はこの辺りで。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。